Luke chapter 10:38. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said.But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, You are worried and upset.About many things, but only one thing is needed. Mary had chosen what is better, and it will not be taken away from her. イエスと使徒たちは道の途中で一つの村へとやってきた。そこにマルタと呼ばれる女性がいて、イエスたち一行をドアを開けて中へ迎え入れた。マルタには一人の妹がいて、イエスの足元に座り、イエスの話に耳を傾けていたが、マルタはマルタがしなければならない準備のため心を煩わせていた。そこでマルタはイエスにこう言った。主よ、主よ、妹のマリアは私だけにすべての仕事をさせていますが、それでよいのでしょうか。マリアに言って私を手伝うように話してくださいと。それに答えてイエスは、マルタよ、マルタ、あなたは心配し多くのことをしなければならず混乱していますが、一つのことが必要です。マリアは自分にとってより良い方を選びました。そしてその一つのことをマリアから取り去ることはできませんと。広し林、浜松シティ、ジャパン。 That is to say that Mary chose listening to the teachings of Jesus over helping her sister prepare food. Jesus responded that she was rightBecause only one thing is needed, one thing, apparently, meaning listening to the teachings of Jesus. つまり、マリアはイエスの教えを聞くことを選び、彼女の姉のマルタが食事の用意をするのを手伝わなかったというのです。で、聖書の一般的な解釈によれば、ここで言う一つのことというのはイエスの教えに耳を傾けることということになります。マリア三人説について説明します。話を先に進める前にマリアについて補足しておきます。ルカによる福音書の中ではマリア、メアリーの名前は12回出てきます。マタイによる福音書の中ではマリア、つまりマリアの名前は6回出てきます。うち5回はイエスの幼少時代の説話の中で、1回は幼少時代以外の説話の中で出てきます。マルコによる福音書の中ではメアリー、マリアという名前ではありませんが、イエスの母という表現で1回だけ出てきます。またヨハネによる福音書の中ではイエスの母と2回出てきますが、名前そのものは出てきません。2回のうち1回はカナにおける結婚式、もう1回はマグダラのマリア、クロパスのマリア、そして彼女自身の姉およびイエスが愛した弟子と共に
イエスの十字架の近くで立っていたマリアということになります。ヨハネによる福音書はメアリー、マリアと会話した大人になってからのイエスの話が出てくる唯一の聖典ということになりますが、その中でイエスは母ではなく夫人と呼んでいます。ヨハネの福音書によればですね、イエスが処刑された時に近くにもう一人のマリアがいたことになります。そのマリアは一般にはクロパスのマリアと呼ばれています。この女性は一体何者なのかということになります。そこでクロパスのマリアについて調べてみたところですね、7世紀頃に書かれた偽のマタイ伝によれば、クロパスのマリアというのはクロパスとアンナの娘ということになっています。最も一般的な解釈によれば、ここで言うクロパスのという意味はこの女性の夫のという意味ということになっています。あるいはこの女性の父親のという説もあります。またカトリック教会ではクロパスというのはヨセフの兄弟のことであり、クレオパスと同一人物であるとされています。簡単に言えば、聖書の中に出てくるマリアというのは一体誰なのか、諸説が氾濫し大変分かりにくくなっているということです。となると一体マリアとは誰なのか、誰のことを指すのでしょうかという謎へとつながっていきます。で、ここに出てくるクロパスのマリアというのはひょっとしたらベタニアのマリアのことではないかということも考えられますが、ミケランジェロの描いた埋葬という絵の中に隠されていたメッセージを解読すると、イエス、つまりシャマーシュイエスは処刑される前にすでに瀕死の状態であったということになり、そしてそのそばにベタニアのマリアがいたということになると、イエスが処刑された時にベタニアのマリアがですね、その近くにいたということはありえないということになります。で、調べてみるとですね、ベタニアのマリアの父親の名前はシロであり、母親の名前はエンチャリアであることが分かりました。クロパスのマリアとベタニアのマリアはこれまた別人であることが分かりました。話を戻します。Leonardo da Vinci depicted Madonna in his many paintings. However, each Madonna has a different face. The faces are roughly classified into three types. One of them is Virgin Maria and the other is Martha's sister Maria or Jesus' wife. Martha, who was taken care ofJesus, but there was one more Maria. The Maria is a petite, still girlish young lady with a big baby. But is that Maria really the Virgin Maria? Who is that Maria? Before that, why did Da Vinci draw these three Maria? The mystery still remains.ダ・ヴィンチは多くの自分の絵画の中にマドンナを描いていますが、それぞれのマドンナは皆顔が違います。その顔は大きく分類して3種類に分けられます。で、そのうちの一人は聖母マリアということになります。もう一人はイエスの
身の回りの世話をしていたマルタの妹のマリアです。イエスの妻でした。がマリアはもう一人いました。大きな赤子を抱く小柄なまだ少女のようなマリアです。がそのマリアは本当に聖母マリアなのでしょうか。そのマリアは誰なのでしょうか。その前にどうしてダ・ヴィンチはこのように3人のマリアを描き分けたのでしょうか。謎が残ります。広志林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているのが3番目のマリアということになりますが、このマリアはどう見てもまだ少女ではないでしょうか。つまり幼さが残るマリアということになります。でこのマリアは本当に聖母マリアなのでしょうかということになります。あるいはなぜダ・ヴィンチはこのようなマリアを描いたのでしょうか。そしてマリアに比較してですね、そのマリアが抱いている赤子つまりベイビーはあまりにも大きく不釣り合いです。謎が残ります。
今の段階ではあくまでも推察あるいは仮説ということになりますが、このカーネーションの聖母の中に描かれているマリアはマリアではないと考えています。その根拠の一つがですね、この子供の目がですね、私たちがダヴィンチの肖像画としてよく知っているあのひげもじゃもじゃのダヴィンチの目と一致しているからです。つまりマルドックということになります。でこの赤子がマルドックということになるとですね、その母親はニンフルサンということになります。ニンフルサンと延期の息子がマルドックということになります。まあ、ともかくもこのような形で3人のマリアが出揃ったことになります。左上のマリアはこれは聖母マリアではなくてですね、マルタの妹のマリアということになります。つまりイエスの妻ということになります。そして右上はこれはマリアということになります。で下は、まあ、今の段階では仮説ですけども、マルドックの母親のニフルさんということになります。いかがでしょうか。ということで続く動画の中でさらに深い視点からカーネーションの聖母について考えてみます。 Bye for now。A wise man writes that a great discovery solves a great problem, but there is a grain of discovery in any problem. Or he writes that in order to solve this differential equation, you look at it till a solution occurs to you. This principle is so perfectly general thatNo particular application of it is possible. Geometry is a science of correct reasoning on incorrect figures. My method to overcome a difficulty is to go round it. What is the difference between method and device? A method is a device which you used twice.ある賢人はこう書いています。大きな発見により大きな問題を解くことができるよね。でもね、どんな問題の中にもね、小さな発見があるものだよと。大きな発見から大きな問題を解くこともありますが、しかしどんな小さな問題であっても丁寧に見ると何かの発見があるという意味です。ジョージ・ポルヤという数学者ですが、他にもこんなことを書いています。微分方程式を解くためにはね、その解決方法が浮かんでくるまでそれをじっと眺めていることなんだよ。幾何学というのはね、不正確な答えの上で道理を訂正するための科学なんだよ。困難に直面した時の私のやり方はね、その周りをぐるぐると回ることなんだよ。方式、つまりメソッドと装置、つまりデバイスの違いがわかるかな。方式というのはあなたが二度使ったところの装置、つまりデバイスを言うのだよ。
などなど、数学者の言葉です。理解するためには高い知的能力が必要ということになりますが、これらの言葉を総合して私はこう考えます。そこに何かおかしいと感じたら、なぜそうなのか、その理由を繰り返し考えます。どんなに小さなことでも構いません。その小さな謎を解くことが時として大きな発見につながります。絵画というのは、言うなれば幾何学ということになるのではないでしょうか。道理に合わない幾何学でも、その向こうにその非合理を正す理屈があります。そしてその理屈を探す、それが答えです。つまりそれを繰り返してそこにある謎を解く、つまりおかしいと感じたら果敢なくその謎に挑戦していきます。それが私のやり方、つまりは林浩司の方式、つまりメソドということになります。広志林浜松スリージャパン。今ご覧いただいているのはレオナルド・ダ・ヴィンチの年老いてからの自画像ということになりますが、その自画像の目の中には奇妙なものが描かれているのがわかります。私林浩司はその奇妙なものに気がつき、それを瞬膜と判断しました。瞬膜です。人間にもその痕跡らしい瞬膜、つまり瞬間に動いて目を保護する膜のことですが、人間にもあるということは分かっています。特に両生類、爬虫類、鳥類、それに哺乳動物の一部といいますか、人間以外の動物にはほとんどあるということが分かっています。その瞬膜がレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像の中に描かれていたというわけですが、その発見は神々の謎を解く大きなきっかけとなりました。で、今日は小さな小さな謎から大きな大きな謎解きに挑戦してみます。きっかけは前回の勉強会においでくださいました KT さんからの一通のメールです。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるカーネーションの聖母と呼ばれている絵ですが、その絵の中に描かれている子供の目がどうもおかしい、だから調べてほしいということでした。で、調べてみるとですね、確かにおかしいです。で、今皆さんにそのカーネーションの聖母の中に描かれている子供の目を見ていただきますが、注意深くご覧ください。これがその子供の目ですけども、この目の子供の中にも瞬膜があるように見えますが、これほどはっきりしている、瞬膜というのはダ・ヴィンチの絵の中でも珍しいのではないでしょうか。目の中にあって目を保護する薄い膜ということになります。今黄色いラインでそれを示してみました。瞬膜ですね。向かって右側の左目にもその瞬膜があるように見えます。瞬膜というのは同時に動くわけです。先ほども言いましたように、ほとんどのと言っても過言ではないと思いますけれども、動物には瞬膜というものがあります。左上からサメ、カエル、ワニ、下へ来てフクロウ、そして猫、人間、人間にもその痕跡があるということですが、しかしこの子供の瞬膜は痕跡とはとても言えないものではないでしょうか。その瞬膜と同じものが、先ほども言いましたようにレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像の中にも描かれていました。
この赤い枠で囲った目ですけども、向かって右側の左目の方が分かりやすいと思います。右目の方にも見えます。そこで左右を反転して比較してみます。目の中に普通ではない、まあ、ラインといいますか、まあ、瞬膜がある点に注意してください。私林博はこれを瞬膜と判断しました。つまりダヴィンチは少なくとも人間ではなかった、あるいは人間とは違った種族の知的生命体であったということになります。で、左の子供の瞬膜と比較してみてください。同じであることがわかります。が、それだけではありませんでした。もう一度カーネーションの聖母の絵に戻ります。このカーネーションの聖母の赤枠で囲った部分に注意してください。一般にはイエスと呼ばれている子供ですが、その足には奇妙なものが巻かれているのがわかります。これは何かということですが、この絵だけでは判断できません。別の絵で検証してみますが、これは岩窟の聖母と呼ばれている絵です。ルーブル版です。この向かって左側の子供の体に注意してください。薄い皮がペラペラとめくれているのがわかります。つまり私は真皮がめくれていると判断しました。それと同じ真皮がですね、カーネーションの聖母の中にも描かれていたということです。さらにこんな例もあります。聖アンナと聖母子の絵ですけども、手前はモナリザです。モナリザの右手がですね、その前にいる子供の体の皮膚の下に潜り込んでいる点に注意してください。この子供もやはり皮がめくれています。つまり餌の子供であるということです。餌の子供です。その証拠がカーネーションの聖母の絵の中に残っていました。カーネーションの聖母と言われる人物の胸のあたりを注意深くご覧ください。この赤枠で囲った部分ですけども、ここに血しぶきが表現されています。血が飛び散っている様子ということになります。この手法で描かれているのが聖アンナと聖母子の絵です。これらが血しぶきであるということは、聖アンナと聖母子の絵の中で私林博士が証明しました。これらが血しぶきであるということは、つまりただ単なる汚れではないということは、その血しぶきと思われる、まあ、赤い部分あるいは汚れの部分がですね、輪郭のところで止まっていること、そして服のですね、襟のところで止まっているところなどからそれと分かります。このカーネーションの聖母の中には、私林博士が発見した事実がいくつか織り込まれているということになります。そして聖母の目にも注意してください。一般に子供を食べるマリア、つまり聖母は目を伏せて描かれていると私林博士は判断していますが、このマリアはですね、少し目を開いています。で、その目を丁寧に見てみるとですね、どうやら縦線一本だけの目のように見えます。縦線一本だけの瞳ということです。というのも、同じような目をあのミケランジェロ・プラノルティがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いているからです。左がシスティーナ礼拝堂に描かれているミケランジェロの絵です。この人物の向かって左側の目に注意してください。縦線一本だけの目です。つまりこのような形でレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロはこの人物が人間ではない、つまりラム族の人間であるということを示しました。俗に言うレプタリアン族の
まあ、人間の目ということになります。それと同じ目がカーネーションの聖母の中に描かれていると私は判断しました。つまりここに描かれている聖母なる人物は少なくとも人間ではなかったということになるのではないでしょうか。で、結論ということになります。カーネーションの聖母です。そして私は手前にいる子供は餌のインフェント、子供であると判断しました。そして右にいるマリアはまさに子供を食べるマリア、魔女ということになります。で、その目に証拠が残っていました。はっきりは分かりませんけども、縦線一本ではないとも言えない、つまり、まあ、普通の目ではないということで、ここに描かれている聖母なる人物は少なくとも人間ではなかったと判断しました。そして同じ目をですね、あのミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いていました。縦線一本だけの目の人物はシスティーナ礼拝堂の天井画の中にもあちこちにあります。また注意してご覧になってください。それはともかくも、このような形でここに描かれている聖母は少なくとも人間ではなかったということになります。で、ダヴィンチなる画家が描いた聖母はどの聖母も目を伏せています。あるいは黒くなっていて、その瞳がよくわかりません。なぜでしょうか。なぜダヴィンチは聖母の目をしっかりとはっきりと描かなかったのでしょうか。その理由の一つが、つまりは聖母マリアは普通のという言い方は語弊があるかもしれませんけれども、人間の目を持っていなかったからということになるからではないでしょうか。小さな小さな謎ですが、大きな発見につながりました。KT さん、どうもありがとうございました。Bye for now. I could step forward.One by one, in the labyrinth of mysteries, making a new discovery at each step. Today's discovery is this. Buddha had nictitating membranes in his eyes, along with Leonardo da Vinci. Here you see them in this video, which indicates that both Buddha and Leonardo were
modified hybrid humanize. The nictitating membrane is a transparent or translucent third eyelid present in some animals that can be drawn across the eye for protection and to moisten it while maintaining vision.ブッダの目の中にも瞬膜がありました。ダヴィンチの自画像、さらにはダヴィンチが描いたと言われているセント・ジェロームの目の中にある瞬膜と同じ瞬膜がブッダの目の中にもありました。瞬膜、つまり目の中にあって目を瞬間に守る働きのある膜のことを言います。爬虫類のほかある特殊な動物の中にある瞬膜です。瞬間に動くから瞬膜と言います。つまり、ブッダとルネサンスに現れた1500年後のキリストが瞬膜を通して繋がったのです。まさに神と仏がこうして繋がったのです。神は仏は一体となって私たち人間社会を統制し、指導してきたのです。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広し林、浜松市、ジャパン。東京国立博物館に展示してあります、釈迦立像です。まさしくエイリアンの傑作ということになります。この目に注意してください。目を注意深くご覧ください。人間にはあるはずもない奇妙な第三の目が表現されています。ここが瞳のようですね。そしてこのまぶたを見てください。人間のまぶたとは明らかに違います。眼球はこの向かって右側の白い線です。ブルーが瞳です。そして上下まぶたがそれを覆っています。アンドレア・デル・ベロッキョの描いたセント・ジェロームの絵と比較しています。左がベロッキョが描いたセント・ジェロームです。で、このセント・ジェロームについては何度も検証してきましたけども、まあ、エイリアンということになります。で、このセント・ジェロームの方にはですね、瞬膜は描かれていません。ダ・ヴィンチの描いたセント・ジェロームの方には瞬膜が描かれています。で、左の赤い点が、これが目尻。そして右の赤い点が目頭ということになります。で、この下のセント・ジェロームの、この部分ですね。まあ、これが何であるか、私には判断がつきかねています。下、まぶたなのか、あるいは別のものなのか、が、まあ、一見して、どうも人間の目とは違うという雰囲気です。で、まあ上の方はですね、まあこれは私は瞬膜と判断しました。いかがでしょうか。まあこうした瞬膜がですね、釈迦立像の方にはしっかりと彫り込まれているということになります。瞬膜についてもう一度説明しておきます。これはワニの瞬膜です。向かって左側の方が鼻です。ワニの場合は、頭の後方部から前方部に向かって瞬膜が移動します。瞬間に動くから瞬膜と言います。今、スローモーションでご覧いただいています。こうしてこの瞬膜が目を保護しています。人間にもその痕跡が残っていると言われていますけども、原則として人間には瞬膜はありません。で、これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものです。このレオナルド・ダ・ヴィンチの目の中にも瞬膜があります。注意深くご覧ください。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチの目の中には人間にはない瞬膜があるということになります。この今黄色い線で囲ったのが瞬膜です。目の中に目があります。注意深くご覧ください。つまり、このレオナルド・ダ・ヴィンチの絵もですね、2D の写真技術を使って作られた
まあ、自画像ということになります。これはレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる、やはりセント・ジェロームの目です。このセント・ジェロームの中には、目が、いわゆる瞬膜が正確に表現されています。瞬膜の境目に注意してください。細かいブツブツまで表現されています。今この部分ですね。瞬間に動くから瞬膜と言います。まあ、写真技術を使わなければ、このような、まあ、絵は描けなかったということになります。下は、爬虫類の瞬膜です。境目がつぶつぶになってますね。そして、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像の、両方の目と比較してみてください。これ向かって、左側の、右側の左目ということになります。まあ、つまり、ダ・ヴィンチの目の中には瞬膜が描かれていたということになりますね。で、もう一度検証していますが、レオナルド・ダ・ヴィンチの目の中には瞬膜が描かれていたということになります。注意深くご覧ください。500年間、誰も気がつきませんでした。この事実に500年間、誰も気がつきませんでした。ここに瞬膜が描かれています。で、この青いところが瞳であり、ブルーが眼球ということになります。ですから、この黄色い部分は、いわゆる瞳でもなければ眼球でもないということですね。向かって右側の左目はさらによくわかります。ここに瞬膜が表現されています。やはり、ワニと同じように後方部から前方、方部に向かって瞬膜が移動していたものと思われます。つまり、ダ・ヴィンチは少なくとも人間ではなかった。イコール、まあ、ハイブリッド型のヒューマノイドであったということになります。ダ・ヴィンチの自画像の左右の目をもう一度注意深くご覧ください。これがですね、まあ、ダ・ヴィンチがハイブリッドヒューマノイドであったという一つの証拠になります。瞬膜ですね。そして同じ瞬膜がですね、ダ・ヴィンチが描いたとされるセント・ジェロームの目の中にも表現されています。まあ、それについては何度も検証してきましたので、ここでは簡単に説明しておきます。瞬膜を確認してください。つまりこれがですね、少なくともレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物はですね、つまり1500年後のキリストはですね、少なくとも人間ではなかったという証拠になります。もう一度、このワニの瞬膜をご覧ください。で、瞬膜というのは、まあ、先ほどから説明してますように、目を保護するための第三のアイリッドと言われています。これが、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるセント・ジェロームです。このセント・ジェロームの中には、まあ、正確に瞬膜が表現されています。この瞬膜の境目に注意していただきたいんですけども、よく見ると細かい粒々が描かれています。まあ、ちょうど今瞳を覆っていますが、その境目のところですね。つまり、こうして、まあ、ブッダと、セント・ジェロームと、そしてダ・ヴィンチが繋がって、行くということになります。下が、爬虫類の瞬膜です。この、今、まるで囲んだこの境目を見てください。正確に表現されている、イコール上の絵も、やはり写真技術を使って作られた絵ということになります。瞬膜を確認してください。これが瞬膜です。そしてそれと同じものが、釈迦龍像の目の中に描かれていたということになります。下は、ダ・ヴィンチの自画像の中に描かれている瞬膜です。この瞬膜が決め手となりました。もちろん、by 林浩司発見ですよ。このつぶつぶに注意してください。正確に表現されてますね。つまり、下の絵もですね、繰り返しになりますけども、人間が手で描いたものではないということになります。これもその証拠の一つということになります。皆さん自身で確認してください。そして皆さん、これが事実なんですよ。
林博士の思い込みや空想や妄想ではありませんよ。これは事実なんですよ。そこにある事実なんですよ。ということで、もう一度瞬幕を確認してください。瞬間に動いて目を保護しています。繰り返しになりますが、瞬間に動くから瞬幕と言います。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチの目の中には、その瞬幕が表現されていたということになります。が、レオナルド・ダ・ヴィンチだけだったら、まあ、ひょっとしたら、ひょっとして間違っているかもしれないという可能性がなかったわけではありません。しかし今回、ブッダの目の中にも、その瞬幕が表現されていました。何度も繰り返しますが、ガンダーラ仏は、やはり 3D コンピューターテクノロジーを使って彫刻されたものです。その新たなる帽子ということにもなります。ダ・ヴィンチの目の中に表現されている瞬幕をもう一度確認してください。ここが今日の重要なポイントということになります。で、今日の結論ということになります。皆さん、これは驚くべき事実と断言しても良いと思います。釈迦流像です。この髪の毛のパターンはミロのヴィーナスと同じです。それについてのビデオは何度も何度も発表してきましたので、ここでは省略しますが、この釈迦流像そのものがですね、いわゆる神々、つまりエイリアンによって彫刻されたものだということです。その彫刻の中に、このような瞬幕が表現されていました。目の形も、まぶたの表現の仕方も、ってますかね。まぶたも人間のそれではありません。この青い部分が瞳ということになります。そして、目頭って言いますかね。目の付け根に注意してください。まぶたが浮いていますね。で、同じまぶたをベロッキオがセント・ジェロームの絵の中に表現しています。左の絵もですね、写真から作られた絵ということになります。その証明もすでにしました。左の赤い点が目尻です。右の赤い点が目頭です。そして、本来ならまぶたはこの左の赤い点に集中するはずですけども、離れています。そして、目頭も、まあ、人間風ではありませんね。そして、上のブッダの目尻を見てください。瞬幕が表現されています。下の方の瞬幕は広く目を覆い始めている瞬幕ということになるのかもしれません。ともかくも同じ瞬幕が釈迦流像の目の中にも表現されていたということになります。こうして、皆さんいいですか？ブッダと、1500年後のキリストと、そしてレオナルド・ダ・ヴィンチが繋がったのです。瞬幕を通して繋がったのですよ。私たちを指導する神は、仏は一人であったという、その証拠にもなります。上が、釈迦流像の目です。左右の目です。そして下が、レオナルド・ダ・ヴィンチの左右の目です。同じ瞬幕が、このように表現されていました。皆さん、これが事実なんですよ。この事実を、どのように判断するか。それはこれからの問題ということになりますが、ともかくも、このようにして、仏と神が、瞬幕で繋がりました。繰り返します。仏と、神が瞬幕を通して繋がりました。世界の神々は一つ、一人、一心であったということになります。つまりこれが、この動画の結論ということになります。じっくりと皆さん自身の目で確認してください。
the paintings painted under the name of Leonardo da Vinci are all modern paintings created using computer technology. Every painting is as perfect as a photograph. If you look at Leonardo's paintings from such a viewpoint, you can read the messages given to humans from King Christ after 1500 years, the messages which are hidden behind the paintings. And one of them is a painting titled The Last Supper. This painting is also full of mysteries, but therefore it also expresses light and shadow exactly like a photograph. Today, I will focus on the light and shadow of the Last Supper and examine it here in this video. Is the painting really the final and last supper? But my answer is no. The Last Supper is not a picture of the Last Supper, but a picture of the wedding ceremony between Jesus and Mary, the sister of Martha. I will prove that in this video, but aside from that, is the Last Supper really a picture of the supper? If it is a supper, the direction of the light of the sun is strange. You can see that the light is flowing from the top left front to the bottom right back. So you can see that this painting was drawn in the daytime, not in the evening. It's not a problem. If not, it is a Leonardo's painting. It's a problem because it's a Leonardo's painting. I am convinced that the picture of the Last Supper was also drawn using photographic technology. That is why the light and shadow are important. They also hide the key to solving the mystery of this painting. In other words, or as my conclusion of this painting, this painting of the Last Supper is not at least a painting of the supper after sunset. Leonardo da Vinci の名前で描かれた絵画はどれも現代でいうところのコンピューター技術を使って作られた絵画ばかりです。どの絵画も写真のように完璧です。またそういう視点でダ・ヴィンチの絵画を見ると、その絵画の裏に隠された1500年後のカイン・キリストから人間に与えられたメッセージを読み取ることができます。で、そのうちの一枚が最後の晩餐と題された絵画です。この絵画もまた謎に包まれ、そしてその絵画も写真のように正確に光と影が表現されています。今日はその光と影に焦点を当て、最後の晩餐を検証してみますが、本当にその絵画は最後の晩餐を描いたものなのでしょうか。が、私の答えはノーです。最後の晩餐は最後の晩餐を描いたものではなく、イエスとマルタの妹のマリアとの婚礼の様子を描いたものです。そのことをこの動画の中で証明しますが、それはさておき、最後の晩餐は本当に晩餐の絵なのでしょうか。もし晩餐なら光の方向が奇妙です。光は手前左上から右下の方向に流れているのがわかります。つまりこの絵画は昼間に描かれたものであることがこれでわかります。他の画家の絵ではありません。ダ・ヴィンチの絵画です。ダ・ヴィンチの絵画だからこそ問題なのです。この最後の晩餐の絵もやはり写真技術を使って描かれたものだと私は判断しています。だからこそその光と影にもその謎を解く鍵が隠されているのです。つまりこの最後の晩餐なる絵画は少なくとも日没後の晩餐の絵ではないということです。広志林、浜松シティ、ジャパン。
私のワイフはダヴィンチの最後の晩餐の絵を見てこう言いました。なぜろうそくがないのかしらとですね。では最初からもう一度説明します。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いた最後の晩餐です。他の絵画がすべて現在でいうコンピューター技術を使って描かれていたと私は判断していますが、その視点で考えるとですね、この最後の晩餐もやはりコンピューター技術を使って描かれている、つまり正確に写真のように正確に描かれているということです。そこで今日は光と影に注目してみました。机の上のですね、テーブルの上のパンのようなものの影に注意してください。影は向かって右下にできています。ということは光はですね、左上から来ているということになります。他のパンも例外なく正確に、光が表現されているということになります。光は左上から右下に来ています。今日のこの動画のポイントの一つになりますから、皆さん自身の目でしっかりと確認しておいてください。で、このテーブルの上の、パンのみならずですね、今度は足の方を見ていただきたいんですけども、テーブルの足ですね、その足の影もやはり同じように正確に表現されています。影がそれほどシャープでなく、かつ短いので、太陽光線といっても曇りのような日にこの絵画が描かれたということになるのかもしれません。ともかくも光の方向に注意してください。テーブルの影も正確に左上から右下に描かれているのがわかります。で、この光はどこから来ているかということなんですよね。で、マリアの額、おでこを見ていただきたいと思います。最も光っている部分に注意してください。おでこの中心部ですね。で、マリアのおでこを見るとですね、光はやはり左上から右下に来ているのがわかります。同じくイエスの今度は光と影に注意してください。顔半分で左の方が明るく、向かって右の方が暗いですね。ということはやはり光は左上から来ているということになります。特に鼻先の光に注意してください。鼻先はもろにその光を受けて最も明るくなっています。やはり光はですね、左上から右下に来ていることがこれでわかります。つまり光の方向がですね、結論として言えることは左上から右下に来ているということですね。はい、正面でもなく、また逆光でもなく、真正面からでもないということです。で、そのことはですね、天井の影を見ればわかります。左と右注意してみてください。この3の作る影に注意してください。左の方はですね、向かって右側の方に影ができているのが分かります。丸の中に注意してください。右の方はですね、光が当たってますから3のところが、明るくなっています。つまり光はですね、やはり左から右に来ていることがこれで証明されます。と同時にですね、今度は右の方を見てください。3の横棒よりも縦棒の方が暗いですね。ということは光は前面、手前の方から向こうの方に、流れているということになります。ということはですね、総合しますと光は、左上からですね、手前、左上から、右下、後方の方に流れているのが分かります。正確に描いてあります。つまり写真のように正確に描いてあるということですね。もっと言えば矛盾がないということです。で、結論的に言うとですね、壁を見てください。左の壁は暗いですね。そして右の壁は明るいですね。ということは結論的に、つまり光はですね、前方、左上から後方、右下の方に流れているということになります。ということはですね、この光はどこから来ているかということなんですけども、広間なんですよね。その証拠が背景の景色に残っています。これは誰が見ても昼間の景色です。明るい陽光といいますかね、それがさんさんと輝いているということになります。全体が暗い絵ですから、それも勘案して考えますと、真っ昼間の絵画ということになります。つまり最後の晩餐と言われるような絵ではないということです。そしてワイフはこう言いました。最後の晩餐というのなら、どうしてろうそくがないのかしらとですね。現在はもちろん
電気というものがありますから夜でもなくても構いませんけれども、今から500年近く前の絵ということになればですね、当然ここにろうそくが描かれていてもおかしくはないということですね。つまりともかくもこの絵は晩餐、つまり日没後から就寝までの、まあ、夕食の時に描かれた絵ではないということになります。まあ、つまりこれもですね、林浩司のこれはイエスとマリアの婚礼の様子を描いた絵説を裏付けてくれると私は考えています。皆さんの判断はいかがでしょうか。なぜろうそくが描かれていないのでしょうか。最後の晩餐、晩餐、晩餐ですよ。ではバイ。To the left of Jesus sits Martha's sister Mary. However, there is no traitor Judas in here. Anyway, there are six people on each side of Jesus. Six people each. This is an important part of this mystery. This is because 66 means wedding in Jewish gematria.Leonardo da Vinci added Maria on the one hand and removed Judas on the other hand. And the number was dared to be 66. Do you know why? Because number 66 stands for wedding. イエスの左にはマルタの妹のマリアが座っていますが、この中には裏切り者のユダはいません。それはともかくもイエスの両側には6人ずつの人がいます。6人ずつです。ここが重要です。というのも66はユダヤのゲマトリアではウェディング、つまり婚礼を意味するからです。繰り返します。66はユダヤのゲマトリアではウェディング、つまり婚礼を意味するからです。ダヴィンチは一方でマリアを描き加え、一方でユダを外しました。そしてその数をあえて66としました。繰り返しますが、66は婚礼を意味するからです。広志林、浜松市ジャパン。Miss Roxana Herandi, Portugal, wrote to me that the Pisces Sophia tells us about his wife and another female disciple. We Gnostics know that Jesus was married. グノーシス派の聖書であるピスティス・ソフィアによれば、イエスには妻ともう一人の女性の弟子がいました。私たちグノーシス派はイエスが結婚していたことを知っています。ピスティス・ソフィア is a Gnostic text discovered in 1773,possibly written between the 3rd and 4th centuries AD. The existing manuscript, which some scholars place in the late 4th century, relates one Gnostic group's teachings of the transfigured Jesus to the assembled disciples, including his mother Mary, Mary Magdalene, and Martha. Again,including his mother Mary, Mary Magdalene, and Martha. Jesus visits the home of
Lazarus, Martha, and Mary of Bethany, the latter typical conflated in Catholic medieval tradition with Mary Magdalene, though the New Testament probably means a different person.ここにあるマルタについて、ウェブリオ世界宗教用語大辞典には次のようにあります。大変重要な部分かと思いますので、注意してお聞きください。マーサ、つまりマルタについてですが、新約聖書の中の女性、ベタニアに住み、妹マリアと共に知られている。イエスの接待をよくし、キリスト教婦人の象徴とされるが、妹がイエスの話に聞き入るばかりなのを非難して、逆にイエスから注意されたというと。もう一度繰り返します。妹のマリアがイエスの話に聞き入るばかりなのをマルタが非難して、逆にマルタがイエスから注意されたというのです。皆さんは何かをピンと感じませんか？さらに、Wikipedia English の方には次のようにあります。中世のカトリックでは、マルタの妹のマリアがマグダラのマリアと同一視されていたが、新約聖書ではマルタの妹のマリアとマグダラのマリアは別人であると考えられていると。つまり以前はですね、マルタの妹のマリアとマグダラのマリアが同一人物であると考えられていたのですが、今ではマルタの妹のマリアとマグダラのマリアは別人であると考えられているというのです。つまりマリア三人説ということになります。聖母マリアとマグダラのマリアと、そしてマルタの妹のマリアということになります。そしてそのマルタの妹のマリアをイエスがかばったというのです。もう一度繰り返します。マルタの妹がイエスの話に聞き入るばかりであるのをですね、マルタが非難して、逆にそのマルタがイエスから注意されたというのです。つまりいいじゃないかマルタ、いいじゃないかとです。私はそのように解釈しました。皆さんは、繰り返しますが、このイエスの態度に何かを感じませんか？私は感じます。冒頭の話に戻ります。最後の晩餐と題された絵画です。この中にはイエスと12人の弟子が描かれていると言われていますが、この中にはユダは描かれていません。代わりにマルタの妹のマリア、つまりイエスの妻が描かれています。つまりこうしてあえてダヴィンチはですね、イエスの両側に6人ずつを配置することにこだわりました。ユダはこの時すでにイエスを裏切っていました。で、なぜ6人ずつなのかということになりますが、66、つまり66はユダヤのゲマトリア、つまり暗号によればウェディング、結婚、あるいは婚礼を意味するからです。つまりここに描かれているのは最後の晩餐という題で示されるような絵ではなくて、つまりはイエスの婚礼、イエスの婚礼ということになります。このような形でレオナルド・ダ・ヴィンチはあえて66にこだわったということになります。続く動画をどうかお楽しみください。
Lydia writes as follows. Mary Magdalene, literally translated as Mary the Magdalene or Mary of Magdala, was a Jewish woman who, according to text included in the New Testament, traveled with Jesus as one of his followers. She is said to have witnessed Jesus' crucifixion and resurrection. Within the four Gospels, she is named at least 12 times more than most of the apostles. Wikipedia 百科事典は次のように書いています。マグダラのマリアというのはユダヤ人の女性で、新約聖書によればイエスの弟子とともにイエスと一緒に旅をしたという。マグダラのマリアはイエスの貼り付けおよび復活を目撃したと言われている。4つの福音書の中でマグダラのマリアは少なくとも12回その名前が出てくる。 Also Pistis Sophia, the Holy Bible of Gnosticism, which is a Gnostic text discovered in 1773, possibly written between the 3rd and 4th centuries AD, writes that the existing manuscript, which some scholars place in the late 4th century, relates one Gnostic group's teachings of the transfigured Jesus to the assembled disciples, including his mother Mary, Mary Magdalene, and Martha. 一方、ピスティス・ソフィアには次のように書かれています。ピスティス・ソフィアというのは、1773年に発見されたグノーシス文書のことを言います。それは3世紀から4世紀の間に書かれた可能性があるというのです。現存する文書は学者によれば4世紀後半のものとされていますが、弟子たちが集まっているところに姿を変えたイエスが現れたというのです。そのグノーシスの教えに関係したものということになっています。その弟子の中にはイエスの母のマリア、マグダラのマリア、それにマーサ、マルタが含まれているというのです。 And a controversial document that suggests that Jesus of Nazareth had a wife is mostly likely ancient and not a modern forgery, according to a paper published in the Harvard Theological Review.そして、ナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告、ハーバード・テオロジカル・レビューによれば、その論争になっている書類は、近代に偽造された偽物ではなく、古代のものである可能性が高い、most likely ということが分かってきました。The papyrus fragmentKnown as the Gospel of Jesus' wife, has been the subject of widespread debate since it was discovered in 2012 because it includes the phrase Jesus said to them, My wife. そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られています。それは2012年に発見されて以来、広く論争の的になっています。というのも、その中にイエスは彼らに、私の妻は、繰り返します、私の妻はという記述があったからです。 Then the question is that who Mary the Magdalene was and where she was from, and the biggest question is thatWho his wife was, if Jesus his own wife. 問題は、マグダラのマリアとは誰なのか、どこから来たのかが
最大の謎は、もしイエスに妻がいたとするなら、その妻とは誰なのか、マグダラのマリアのことなのか、あるいは別の人物なのか、今日はその謎解きに迫ってみます。広志林、浜松シティジャパン。今ご覧いただいているのは、皆さんご存知のレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる最後の晩餐と呼ばれている絵です。しかしレオナルド・ダ・ヴィンチはですね、他の絵の中でもそうですけども、一つのテーマを描きながら全く別のメッセージをその中に数多く隠し込んできました。で、最後の晩餐もその中の一枚であると私、林浩司は判断しています。この最後の晩餐での最大のポイントはですね、イエスが中心に座っていますけども、そのイエスの向かって左側、つまりイエスの右側に座っている人物は誰かということです。一般にはヨハネということになっていますが、この人物はどう見ても女性顔です。で、私、林浩司はその、イエスの向かって左側に座っている人物はマグダラのマリアではないかという仮説を立てて、今まで話してきましたが、それでも辻褄が合わなくなります。それについては別のところでまた話しますけども、このイエスの向かって左側に座っているこの人物は、私はイエスの妻ではないかと考えています。となると、この最後の晩餐の絵は何かということになりますが、それは今日の結論ということになりますが、それを先に話しておきます。つまりこれはイエスの結婚式の様子を表現したものだと私、林浩司は判断しています。もっと分かりやすく言えばですね、イエスの向かって左側、つまりイエスの右側に座っている人物はイエスの妻ということになります。となるとその妻は誰かということになります。今日はその謎解きに迫ってみます。そういう意味では、今日の謎解きはとっても楽しい謎解きということになるのかもしれません。で、その謎解きのきっかけとなったのが、マイケルアンジェロ・ブラノティの描いたカシナの戦いの絵です。私はこの絵はですね、イエスと18人の弟子を描いた絵というふうに判断しています。で、それをこれから順に説明しますが、今赤枠で囲ったのが、これがマリアです、イナンナです。そしてその右と言いますか、黄枠で囲ったのがシャマーシュ、イエスです。神聖数はイナンナは15、シャマーシュは20です。それをちょっと記憶に入れておいてください。そしてこの絵はアゴスチノ・ヴェネチアーノの描いた絵ですけども、この絵の中には一文字で数字が隠し込まれていました。1502とあります。15というのは先ほど言いましたようにイナンナの神聖数です。20はシャマーシュの神聖数です。古代ヘブライ語は左右自由に読み書きすることができましたから、02は20と読み直します。つまりここに描かれているのは、一番左にイナンナ、一番右にシャマーシュということになります。そしてこの絵とですね、先ほど言いましたミケランジェロ・ブラノティの描いたカシナの戦いの絵と比較してみます。上がアグスチノ・ヴェネチアノの描いたスケッチ画ということになります。そして下がですね、ミケランジェロ・ブラノティの描いたカシナの戦いの絵ということになります。するとですね、両者に全く同じ人物がいることがわかります。もう一度上と 下を比較してみてください。赤枠で囲ってみました。上がイナンナですから、下もイナンナ、つまりマリアということになります。そして黄枠で囲った人物を比較してみてください。全く同じです。ということは、この上がシャマーシュですから、下もシャマーシュということになります。で、このシャマーシュは誰かということなんですけども、頭を見ていただくとその謎が解けます。頭には花冠をかぶっています。中世の絵というのはですね、左右端にですね、下端に中心的な人物を描く習わしになっていたようです。ともかくもこの人物はですね、頭に花冠をつけている、つまりこの群像の中で長であることを示します。つまりイエスということになるわけです。で、シャマーシュ・イエス先生とつながっていくわけですけども、それは今日のポイントではありません。で、頭を、念のために見てください。
で、その頭を拡大してみるとですね、花冠をかぶっているのがわかります。つまり王、この中の長であることを示すということになります。イコールイエスということになります。で、話を先に進めていきますが、もう一度確認してください。赤い枠で囲ったのがイナンナです。マリアです。で、この人物は足の皮をベロッと剥いでいますね。そして右下の人物はシャマーシュです。この人物も足の皮をベロッと剥いでいます。靴下を剥いでいるのではありません。皮を剥いでいます。で、この中には他に2人の女性がいます。で、それを注意深く見ていただきたいんですけども、この赤い四角で囲った部分に注意してください。ここには女性の性器が正確に表現されています。つまりこの人物は女性ということになります。で、もう一人右ですね。この人物には胸があります。女性の胸があります。つまりこの人物も女性ということになります。つまりこのカシナの戦いの中には、マリアを含めると3人の女性、少なくとも3人の女性が描かれているということになります。で、もう一人怪しい人物がいるわけですけども、この人物は私は男性だと判断していますが、体つきから考えて今ピンクの四角で囲った人物ですけども、まあ女性ではないかなということで分かりませんが、しかしここではですね、クエスチョンマークをつけておきます。まあ、ともかくもここには少なくとも3人の、まあ、女性がいるということですね。で、そのことをですね、ピスティスソフィアには次のように書いてあります。この情報はですね、ポルトガル在住のですね、時々情報を送ってくださるロクサーナ・ハランディさんという方からいただきました。つまりグノーシス派の聖書であるピスティスソフィアによればですね、イエスには妻ともう一人の女性の弟子がいたというのです。で、私たちグノーシス派はイエスが結婚していたことを知っていますとです。そこでもう一度整理してみます。マリアですね、バージンマダー、イエスの母ということになっています。そして同じマリアですけども、マグダラのマリアということになります。そしてもう一人の、まあ、女性というのはマルタ、英語読みではマーファとなります。で、この3人の女性が登場するということになります。となるとマルタというのは誰のことなのでしょうか。そこでもう一度冒頭で話しましたことを思い出していただきたいと思うんですけども、その弟子の中には一番下ですね、イエスの母のマリア、マグダラのマリア、それにマルタ、つまりマーサが含まれているというのです。となりますと、この3人を合わせて私はマリアというのではないかと考えています。マリア3人説ということになりますが、根拠がないわけではありません。マルタ、つまりマーサというのは新約聖書の中に出てくる名前ですが、次のようにあります。新約聖書の中の女性、ベタニアに住み妹マリアと共に知られている、イエスの接待をよくしキリスト教婦人の象徴とされるが、妹がイエスの話に聞き入るばかりなのを非難して逆にイエスから注意されたというのです。ここにマルタの妹としてマリアという名前が出てきます。つまりマルタとマリアは大変近い関係にあった、姉妹の関係にあったということになります。で、その妹のマリアについて次のように書いてあります。中世のカトリックではマルタの妹のマリアがマグダラのマリアと同一視されていたが、新約聖書では
マルタの妹のマリアとマグダラのマリアは別人であると考えられているというのです。つまりここで3人のマリアが出揃うことになります。聖母マリアとマグダラのマリアと、そしてマルタの妹のマリアということになります。で、中世の常識に従えばマルタの妹のマリアイコールマグダラのマリアということになると、イエスの妻はもう一人の女性、つまりマルタ、英語名マーサになるのではないでしょうか。あるいはその可能性もあるというレベルの話なのかもしれません。さらに現在の解釈によればですね、マルタの妹のマリアがですね、マグダラのマリアではないということになりますと、もう一人のマリアがそこに登場する、イコールそのマリアこそがひょっとしたらイエスの妻ということになるのかもしれません。まあ、ともかくもイエスの妻はそのマリアか、あるいはマルタということになります。現在イエスの妻の福音書と呼ばれているパピルスの断片にはですね、イエスが私の妻はと語っている部分があるというのです。つまりイエスには妻がいたということになりますが、その妻というのは流れからするとですね、イエスの世話をしていたマルタということになるのかもしれません。まあ、イエスの妻の名前は誰であるか分かっていませんが、マルタもしくはその妹のマリアということになるのかもしれません。私はマルタ、マーサがイエスの妻ではなかったかと考えています。で、話を戻しますが、最後の晩餐の絵は、あれは晩餐の絵ではなくて、まさにイエスとマルタ、あるいはマーサの結婚式の様子を表現したものだと考えています。続く動画の中でそれを皆さんにご覧いただきます。で、結論というかそのおさらいになります。この女性の安らかな笑顔に注意してください。ともかくも最後の晩餐という絵はですね、つまりは最後の晩餐というような晩餐を描いたものではなくて、これはイエスと、まあ、マリア、あるいはマルタの結婚式、もしくは婚約発表風景を描いたものであると考えるのはごく自然なことです。というのも、先ほど言いましたようにイエスの向かって左側に、まあ微笑んでいる女性はですね、これはどう見ても女性であり、ヨハネということには無理があるということですね。と同時に、マリアの名前というのは聖書の中にも最も多く出てきているということです。そしてマリア、マリアと呼んでいますけども、そのマリアというのは言うまでもなく、まあ、いわゆる聖母マリアのことでもないし、またマグダラのマリアのことでもないわけです。なマグダラのマリアと言われている人はイエスのそばに長くいたということになってきますと、その都度マグダラのマリアと断っていたわけではなくて、マリアという人物がそばにいたということになるわけです。で、そのマリアとは誰かという、まあ、謎を解くヒントがですね、つまりはマルタにあったわけです。つまりイエスの世話係、世話役をしていた女性ということになるわけです。では、そのマルタがイエスの妻であったかというと、まあ、マルタという名前は一度しか出てきていないわけですね。となると、やはりイエスの妻はマリアということになるわけです。となると、マルタとマリアの関係ですけども、姉妹という関係からですね、マルタの妹のマリアがイエスの妻になった可能性がぐんと高くなるということです。そういう点からですね、この
最後の晩餐の中で表現されている、まあ、女性は私はマルタもしくはマルタの妹のマリアであると判断しました。今のところまだ仮説と位置づけた方が正しいのかもしれませんが、しかしダ・ヴィンチなる画家はですね、このような手法で絵をたくさん描いています。例えば聖ジェロームをテーマにしながら神を描いた、あるいは岩窟の聖母をテーマとしてラミアを描いた、あるいは受胎告知をテーマとして魔女のストリクスを描いたなどなど、そうした例は大変多いと言いますか、その流れの中に最後の晩餐の絵もあると判断するということはそれほど間違っていないと思います。つまり最後の晩餐をテーマにして、つまりはイエスとマリア、もしくはマルタの結婚式もしくは婚約発表の様子を描いたものというふうに考えるというわけです。でその婚約発表もしくは結婚式の様子をこのような形で表現したということになるわけです。まあ、当然裏切り者のユダはいないということになるわけですね。ですから、まあ、中央左に描かれているのはヨハネではなくて、つまりはイエスの妻ということになるわけです。となるとこの雰囲気ですね、今皆さんにもう一度ご覧いただきたいんですけども、この、まあ、女性ですね、これどう見ても女性なんですよね。その証拠に、岩窟の聖母の女性と全く同じということになるわけです。ですから、まあ、イエスの妻をですねこのように形でテーマとして描きながらも、その向こうで、まあ、魔女ラミアを描き、そしてその向こうでイエスの妻を描いたということになるのではないでしょうか。今確認していただいているのはですね、左の人物はこれは女性であるということですね。ヨハネであるというふうに位置づけるものですから、話がわけわからなくなっていますかね、混乱するということになるのではないでしょうか。素直に見れば女性である。となるとこの女性は誰かということなんですけども、流れからするとイエスの妻ということになる、イコールその妻イコールマリアということになりますと、まあ、マルタの妹のマリアと考えるのが自然な流れということになるのではないでしょうか。まあ、この女性をですね、左の女性をマグダラのマリアと結びつけてしまうと、やはりいろんな場面で無理が生ずるということになるわけです。もっと分かりやすく言えばですね、マリアは3人いたということになります。いわゆる、まあ、聖母マドンナのマリアと、それからマグダラのマリアと、それからマルタの妹のマリア、イコールイエスの妻ということになるのではないでしょうか。まあ、しかしマルタが妻であった可能性も捨てきれませんので、ここでは一応ペンディングということにしておきます。ということで、続く動画をどうかご覧になってください。最後の晩餐はつまりはイエスとマリアの結婚式の様子を表現したものであるという大変楽しいロマンチックな動画ということになります。A controversial document that suggests that Jesus of Nazareth had a wife is
most likely ancient and not a modern forgery, according to a paper published today in the Harvard Theological Review. The papyrus fragment, known as the Gospel of Jesus' Wife, has been the subject of widespread debate since it was discovered in 2012 because it includes the phrase Jesus said to them, My wife. It also mentions that she'll be able to be my disciple, which leads some to question whether women should be allowed to become Catholic priests. 本題に入る前に一言。この絵は最後の晩餐と言われている絵です。日本語で晩と言いますと夕方を指しますが、英語で晩というと日没後から寝るまでの時間帯を言います。そのイーブニングにとる食事がサパーということになります。で、この絵の題はラストサパーとなっています。で、中央にいる人物がイエスであることには間違いないと思いますが、向かってその左側にいる人物は私はイエスの妻ではないかと考えています。つまりこの絵は世間一般で言われているような最後の晩餐というような深刻な絵ではなくて、むしろその真逆、もっと楽しい風景を描いた絵ではないかと考えています。広志林、浜松シティ、ジャパン。ナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告書によれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく古代のものである可能性が高いということが分かった。そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られている。それは2012年に発見されて以来広く論争の的になっている。というのも、その中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。その断片はまたこうも述べている。彼女は私の弟子になることもできるだろうと。このことは女性がカトリックの神父になることを許されるべきかどうかという質問にもつながったと。A controversial document that suggests that Jesus of Nazareth had a wife is most likely ancient and not a modern forgery, according to a paper published today in the Harvard Technological Review. The papyrus fragment, known as the Gospel of Jesus' Wife, has been the subject of widespread debate since it was discovered in 2012 because it includes the phrase Jesus said to them, My wife. It also mentions that she'll be able to be my disciple, which led some to question whether women should be allowed to become Catholic priests. Who is his wife and what is she?広志林、浜松テレビ、ジャパン。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる最後の晩餐の絵です。この中にイエスを中心として12人の弟子の姿が
描かれていると言いますが、本当にそうなのでしょうか。本当に12人の弟子なのでしょうか。右から順に名前を拾ってみます。サイモンです。タデウスです。マテューです。フィリップです。ジェームズです。トーマスです。そして今度は左端へ来て、バーフロメウです。ジェームズです。アンドリューです。手前にいるのがジュダ、つまりユダです。そして後ろにいるのがピーター、そしてイエスの最側近にいるのがジョン、つまりヨハネです。念のために他の資料でも調べてみました。同じです。特に注意していただきたいのが、イエスの向かって左側にいるジョンと、そしてユダです。ジョンというのは最も重要な弟子の一人でしたが、私林浩司はイエスの向かって左側にいる人物はマグダラのマリアと判断しました。赤い色をつけてみました。が、これがもしマグダラのマリアなら、イエスは最も重要な最後の晩餐の席に女性であるマグダラのマリアを連れてきたことになります。ただならぬ関係ということになります。さらにその左に、そこにいてはならない人物、つまりユダが座っています。緑色の色をつけてみました。もし赤い色の人物がマグダラのマリアであるとするならば、数が合いません。12人の弟子のはずです。もう一人はどこへ行ったか、言い換えるとユダがここにいてはいけないということになりますが、ユダはいます。なぜでしょうか。が、ここにいる赤色で塗った人物はマグダラのマリアです。聖母マリアとマグダラのマリアは一人二役の、言うなれば操り人形マリアでした。その証拠がレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる岩窟の聖母の絵の中に残っていました。ルーブル版です。右が岩窟の聖母の中に描かれている聖母マリアです。そして左がイエスの向かって左側に座っている人物です。比較してみてください。全く同じです。衣服の模様も同じです。顔も違いがありません。やや垂れ目の目になっています。皆さん自身で確認してください。今日の最も重要なポイントです。この両者は同じです。ついでに衣服の色も比較してみてください。左の人物の服の色と下のイエスの服の色は赤と青がちょうど反転した形で同じです。ここまで同じであるにもかかわらず、左の人物はジョン、つまりヨハネということになっています。なぜでしょうか。言うまでもなく、ここにマグダラのマリアがいるということはロマンカトリックにとってはまことにもってまずいということになります。が、誰が見ても向かって左側の人物はマリア、そして林浩司のマリアイコールマグダラのマリア説を重ねるなら、さらにさらにまずいということになります。が、この左側の人物はマグダラのマリアです。
が、ここに座っている人物がマグダラのマリアであるとすると、さらに深刻な問題が起きてきます。今まで人間史の中で永遠と積み重ねてきた12人の弟子とその名前が総崩れになってしまうからです。一人足りないことはもちろんのこと、イエスの最側近の人物がヨハネでないとすると、順送りにドミノ倒しのように名前と顔がずれていきます。言い換えると、この最後の晩餐を土台にして考えてきた人間史は一体何であったかということになってしまいます。もちろん私林博氏はこの絵の中にユダはいるはずもない、いるべきではないと考えています。その理由の一つが、ミケランジェロなる画家が描いたとされるあのカッシナの戦いの絵です。あのカッシナの戦いの絵の中には12人プラスアルファの弟子が描かれていますが、ユダの姿はありません。ユダの手だけが水の中から出ています。が、なぜかユダがいます。なぜユダがこんなところにいるのでしょうか。そしてヨハネはどこにいるのでしょうか。さらにマグダラのマリアがなぜここにいるのでしょうか。繰り返しますが、イエスにとっても最重要であったはずの最後の晩餐の席にマグダラのマリアがそこにいたということになります。つまりこの時点においてマグダラのマリアはイエスにとっては妻以上の存在であったということになるのではないでしょうか。右がイエス、そして左がマグダラのマリアです。同じような絵がイタリアのサンタ・マリア・マジョリーナ・カシードラルにあります。イタリアでも最大のマリア教会です。そこにこんな絵画が残っています。左がイエス、右がと言いたいんですけども、イエスよりも若い感じがします。イエスはこの時33歳前後ですから、その右にいるマリアは聖母マリアということはありえません。もし聖母マリアなら50歳以上になっているはずです。もう皆さんお分かりかと思いますが、マグダラのマリアはイエスにとっては妻以上、あるいは妻そのものでした。その証拠がイエスの妻の福音書と呼ばれているものです。以前からこの福音書があることは知られていましたが、偽物ではないかという説もありました。ともかくもそれについての結論が出ましたので報告します。ナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告ハーバードテクノロジカルレビューによれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく古代のものである可能性が高い、 most likely と書いてありますけれども、ということが分かった。そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られている。それは2012年に発見されて以来広く論争の的になっている。というのも、その中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。繰り返します。その中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。またその断片はこうも述べている。彼女は私の弟子になることもできるだろうと。このことは女性がカトリックの神父になるのを許されるべきかどうかという質問にもつながった。
結論ということになりますが、イエスには妻がいた。しかもその妻というのはマグダラのマリアであったということになると、ローマンカトリックにとっては誠に誠に誠にもってまずいということになります。つまり今までのローマンカトリックのあの厳しい戒律は何であったかということになってしまいます。言い換えると、今までローマンカトリックが作り上げてきた人間史は何であったかということにもなってしまいます。裏を返して言うと、これこそまさに捏造された人間史の一例ということになるのではないでしょうか。皆さん自身で判断してください。 Bye for now. Wikipedia writes as follows. Mary Magdalene, literally translated as Mary the Magdalene or Mary of Magdala, was a Jewish woman who, according to text included in the New Testament, traveled with Jesus as one of his followers. She said to have witnessedJesus' crucifixion and resurrection. Within the four Gospels, she is named at least 12 times more than most of the apostles. Wikipedia 百科事典は次のように書いています。マグダラのマリアというのはユダヤ人の女性で、新約聖書によればイエスの弟子とともにイエスと一緒に旅をしたという。マグダラのマリアはイエスの貼り付けおよび復活を目撃したと言われている。4つの福音書の中でマグダラのマリアは少なくとも12回その名前が出てくる。つまり他の弟子以上の弟子であったと。広し林浜松市ジャパン。1500年後の、つまりルネサンスの時代に現れたイエス・キリストの操り人形芸術家であったのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。そのレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる壁画が最後の晩餐の壁画です。その壁画の中央に座っているのがイエス・キリストということになります。そしてその向かって左側に座っているのが誰かということですけれども、一般には弟子のヨハネと言われていますが、本当にそうでしょうか。ヨハネと言われている人物に注意してください。どう見ても女性顔にしか私には見えないのです。そこで調べてみると、大変よく似た人物が別の絵の中に描かれているのが分かりました。岩窟の聖母という絵の中です。この中央に座っているのが岩窟の聖母、つまりマリアということになります。拡大し先の最後の晩餐の絵の中に描かれている人物と比較してみます。この両者は全く違いがないという点で同じ人物と判断しました。2012年に発表しました。皆さん自身でも比較してみてください。つまり右が聖母、つまりマドンナ・マリアであるならば、左もマドンナ・マリアということになりますが、年齢が合いません。右から左までの年月はイエスの生涯を考え合わせるなら、少なくとも33年、
33年の年月が流れているということになります。右は聖母マリア、左はマグダラのマリア、つまり聖母マリアイコールマグダラのマリア、私のマリア一人二役説はこんなところから生まれました。つまり一般に言われているように、左の人物はこれは弟子のヨハネではありません。絵を見れば一目瞭然です。がそのことを知っていた人がもう一人いました。それがもう一人の1500年後のイエスの操り人形芸術家であったミケランジェロ・ブアノルティです。1500年後のイエスは同じコンセプトをミケランジェロの彫刻を通して表現しています。ピエタ像です。処刑されたイエスを抱くマリア、聖母マリアということになっています。その顔と同じくミケランジェロが彫刻したとされる聖母子の中に表現されているマリアの顔と比較してみてください。この両者は全く同じですがおかしいと思いませんか。少なくともその間には少なくとも33年の年月が流れているはずですが、左のマリアは全く年を取っていません。一般にはマリアは年を取らなかったと説明されていますが、本当にそう考えてよいのでしょうか。がここに先に説明しましたように、聖母マリアイコールマグダラのマリア、一人二役説を重ね合わせてみると、その謎が簡単に解けるのではないでしょうか。つまりダヴィンチなる画家の2枚の絵を通して表現されているその思想と、ミケランジェロなる芸術家の2つの彫刻を通して表現されているその思想がこうして一致しているということです。上がミケランジェロの2つの彫刻です。下がダヴィンチの2枚の絵です。向かって右が聖母マリア、向かって左がマグダラのマリアということになります。つまり繰り返しますが、聖母マリアイコールマグダラのマリア、一人二役説はこうして生まれました。がそれだけではありません。さらにその上にマリアイコールイナンナ・イシュタール説を重ね合わせてみると、ここに表現されているマリア・マリアはつまりは替え玉マリアということになります。私たちが知っている貼り付けにあったイエス・キリストが替え玉であったように、マリアもまた替え玉であったということになります。つまりイナンナ・イシュタールがマリアという替え玉を操って私たち人間を指導していたということになります。上の像がイナンナ・イシュタールです。もちろんイナンナ・イシュタールは人間ではありませんでした。神です。その証拠の一つがこの像の目の中に残っていました。このイナンナ・イシュタールの目に注意してください。目の中に目があります。つまりこのイナンナ・イシュタールはオーバーオールヘルメットをかぶっているということになります。ついでながらキリストが生まれる以前からイナンナ・イシュタールのヘブライ名ラテン名はマリアでした。エジプトでもマリと呼ばれていました。それはともかくも古代の神々も含めてマリアもまた仮面を必要とする神であったということになります。もう一度簡単に検証してみます。イナンナ・イシュタールです。そしてこのような仮面も見つかっています。左はオーバーオールヘルメット、つまりすっぽり型の仮面ということになります。そして右はいわゆるマスク仮面ということになります。
この両者は全く同じです。さらに、イナンナ・イシュタールが仮面をかぶっていたという決定的な証拠を皆さんにお見せします。それがこの右の図ということになります。左の像をですね、右のように図解したというわけです。そして頭の後ろを見ていただきたいのですけども、その後ろには2本のマスクバンドが取り付けられているのがわかります。つまりオーバーオールヘルメットをこのような形でバンドで留めていたということになります。つまりイナンナ・イシュタールはこうしたオーバーオールヘルメット、もしくは仮面を必要とする女神であったということになります。そしてその女神と人間の間に立ったのが替え玉マリアということになります。そしてその替え玉マリアは聖母マリアと言われているマリアとマグダラのマリアと呼ばれているマリアは一人二役の同一人物であったということになります。言うまでもなく、イナンナ・イシュタールのシンボルマークは八方向に伸びる金星のマーク、そしてマリアのシンボルマークも同じ八方向に伸びる星のマークです。